です。水陸両用艇で、輸送艦を直接砂浜などに乗り上げることなく、物資輸送することが可能になりました。本艦の左、約180メートルを、時速約63キロメートルで通過し、その後、艦船、関越部隊と関越部族部隊との間を追い抜いていきます。